秋田県立秋田北高高等学校は、秋田県北秋田市伊勢町に所在する公立の高等学校。北秋田市内の4高校を統合し、校舎を高野スノーリン高等学校の工事内に新たに整備して、2011年4月に開校した北秋田市唯一の総合性高等学校。2011年4月7日に発生した東北地方。 太平洋沖地震の余震と見られるマグニチュード7.4の宮城県沖地震と停電の影響により、1週間遅れでの入学式となった。普通科と農業科が設置されていて、広い地域から様々な目標を持った生徒が集まっている。家から通うことのできない生徒のための男子寮がある。公名の由来は、北は北国、県北部と北は北市を意味し、高は学校が設置される。 高野市地区と空を力強く飛ぶ高を意味するとされる。全国に学校を発信していこうとの意気込みを表すため、秋田を冠につけた。全国レベルの活躍地域への貢献活動課題研究の実施全日制、家庭交渉効果制服高野市農林高等学校の敷地内に3階建ての校舎などが新たに整備された。べて統合前の高等学校出身者である。 高野市の林高等学校、高野市高等学校、与内沢高等学校、ありがとうございます。